こんにちは、ほっしーです。こんにちは、開発プランナーのグランデです。今日はですね、10月13日のハチサマ3にて披露される曲の中から、はい、クラッチの2曲をコールしたいと思います。はい、僕たちもですね、はい、バッチリグッズを持ってきて、はい、準備万端って感じですね。そうですね、はい、もうジャージ着てきてるんですよね。あ、そうですね、これベアマックスが後ろはどんな感じなんですか。お、後ろこんな感じに、はい、なってます。いいですね、いいですね、かっこいい、はい、そうです、ホッシーも T シャツでこれ実は入ると思うんですよね、はいはい、そうなんですよ、実はこれ後ろを向くとこんな感じで、そう、いや、いい、めっちゃいいですよね。ライブ T シャツって感じしますね。かっこかわいいですね、はい、すごいタオルとの組み合わせが最高ですね、はいはい、いや、そうですね、はい。そしてですね、今回はユニットごとにラバーバンドも販売予定なので、はい、監督さんたちのお好きなユニットを選んでぜひ身につけていただければなと思うんですけど、はい、こちらがそうですね、はい、ユニットで、こちらがツインクルのラバーバンドですね、はい、で、これがクラッチのラバーバンドになっております、うん、みんなかっこいいですよね。ねー、ちょっとどれが欲しいか悩んじゃう感じがねそうなんです、ライブに来た感がありますね。そう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 、はい、で、もう一個あるんですけれども、はい、これサコッシュっていうので、うんうん、ライブ中に肩からかけられるものになってます、はい。で、この中にチケットとか、うんうん、こういったね、ペンライトが入れられるようになってますね、はい、結構入りますね。そう、結構大きいんで、うんうん、よしもしてくれば、はい、くださいということで、はい、こんな感じで、僕たちもやっておりますので、はい、監督さんたちはグッズもちろん、そうなんですけれども、動画見て振り付けまで覚えて待っていただければと思います。はい、はい、ということでですね、皆さんもう準備はできたかと思いますので、はい、まずは1曲目ですね、クラッチの摩擦主義からいきたいと思います。せーの、どうぞ。私はどこにいる、傷に意味はある、守るべきものはある。はい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 、やけに眩しい茜色が、悔しい苦しい嘆く背中、ドラマのように照らす、バカにするなよ。左右に同じ顔で、街にこだわした思念とか、くだらないよこんな日々は。うまく歩き出せないのはまだ終わってないから、逃げて避けて抗え放て。クラッチの2曲お届けしました、はい、じゃあ皆さんもですね、ぜひコールと振り付けを覚えて、当日会場にお越しください。はい、ハチサマ3ではですね、今回の新曲を含めてたくさんの曲を披露する予定ですので、コールなど振り付けの予習忘れずに、ぜひ皆さん予習たくさんしてきてください。はい、当日はそんな感じでみんな盛り上がっていきましょう。
ハチテレでは引き続き動画やゲームに関するメッセージをお待ちしております。お問い合わせのご意見ご要望にてお待ちしておりますので、ぜひぜひ気軽に送ってください。はい、チャンネル登録もお待ちしてます。はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。